を代表しまして心よりお詫び申し上げます。本当に合格という結果を真摯に受け止め、クラブ一丸となって一年生自分は戻るべく努力いたします。これからもセレッソ大阪に熱いご声援をよろしくお願いいたします。見せてもらうの間違いないな。今度は絶対勝てる。